というわけで今日はなんとですね、8年前に、EXILE の命を歌うで旭川公演があったんですけど、その後キャプテンとかと打ち上げした、打ち上げってか何だったの、ジャムセッションした、楽器の置いてあるライブハウスみたいなバーみたいなところがモスが電話してくれたら、大将喜んでた、興奮してた、どんな感じで、嬉しいね。そうだから、そのタイマスターにもう一回来ていただけるって約束していただいたのを覚えてます。頑張ってくださったんですね。すごい嬉しいな、でも俺もね明確に覚えてる、店の中の雰囲気とか。あ、本当ですか。いや感慨深いね、グループに一区切りをつけてさ、昔回って必ず来ますねって約束したとこにもう一回来るっていうね、そうだよね、だってマスターは一生覚えててくれてんだもんね、多分。ラブソールあった？うん、DF とかです。おー、ラブソール見つけました。8年前か、8年前にキャプテン出してきたラブソール、これですか、これ。こっちだ、こっちだ。ありました。発見しました。楽しいな。行ってみちゃいます。ラブソウル。あ、ビートルズ。ビートルズがね、大好きだったんだ。キャプテンと超意気投合してたの、これ。あ、そうなんですか。あ、緊張すんな。こんばんは。すいません。すいません。お邪魔しました。ご無沙汰しております。ご無沙汰の当たり前の話で、もう8年ぐらいぶりで、いやありがとうございます、ようこそおいでございます、ありがとう、どうぞ、とにかくお座りください、どうぞ、ありがとうございます。前あそこの席お座りになったんですよ、ね、なんかこんな感じだった、はい、すげー嬉しいな、私も嬉しい、本当に来るとは思いませんでしたよ。いやいや、僕だからキャプテン聞いたんですよ、明日、はい、お店なんかすごい覚えてて、はい、お店の名前なんだっけって言ったら、もうすぐラバーソード返してくれたんで、はいはい、めっちゃいい感じですね。ね、どうも、お疲れ様です。どうも、ありがとうございます。どうも、ようこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。ご活躍の様子はね、私は私らなりにね、年ですけど、まあ聞かせていただいてますんで、ありがとうございます。またお会いできるとは思わんかったな。こちらこそでございます。ね、最初ね、僕ね、本当にダメなんで。そこのところで挨拶するからってね、立ってたんですよ。で入ってこられて、アツシさんがサングラスしてない、頭伸ばしてる、はい、それでね、分からなかった、分かんないですよね、ごめんなさいね、全然全く。でもその後にね、うちで飲んでいただいた後に、はいはい、所さんの番組なんかでも、はい、はしご酒なんか出てられたのって、あのまんまの人だったよっていう話、いやいやいや、お客さんたちにすると、あ、そうなのってね、いやいやいや、いや嬉しいな、なんか、いや、こちらこそです、ね、なんか聞いてもらいましょうね、はい、あのビートルズ演奏しましょうか、はい、あ、ぜひぜひ、いいですか、はい、あのアクセルタイズうまくないけどいいですか、いやいや、ぜひぜひぜひ、はい、ぜひ、嬉しいです。ワン、ツー、スリー、フォー、ヘイ、アリサマネ、ヘイ、ナピセネマネ、ヘイ、ノアリサマネ、ヘイ、赤いのいきます。ハニーズルがいきます。ワン、ツー、スリー、ファー！What you want just 17
沢。おお、いいね。泣けたわ。泣けたわ。いや、ありがとうございます。いいよ。すいません、本当に。本当泣けた。歌ってみようと思ってるんですか。後で歌ってみようと思ってます。え、ダメですか。ダメですか。いや、ありがたいことです。すごく。いや、歌ってみたいです。うん、失礼します。聖地にして。いや、そうだ。頭下げて入ってくるお客さんいないですよ。え、ここに座っていいの？あ、違うです。幸せなことだね。うーん。あ、明日やめるか。あー、うん。
足に疲れ果てて空を見れない大人もいる。苦しみの尺度はそれぞれ違うけれど、少しずつでも希望いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。